はじめまして、おはようございます。久米です。前回まで本編やってたんですが、今回から、スタートボタンプッシュ。4SP というものが追加されているはずなので、そちらをやっていきたいと思います。まあ、そちらも2人プレイでやるということで、今回も今まで通りゼロさんをお呼びしております。はい、皆さん改めましてこんにちは、ゼロです。ってことでよろしくお願いします。キャリブレーションお願いします。そうでしたね。デイテイワット、オッケー。相変わらず左に行きづらい感じかな。そう、左がね、ここから変にない。めっちゃ、見えなくなる位置じゃねえと難しいのかな。お、来た。The House of the Dead 4SP を遊べるようになりました。エクストラコンテンツが解除されました。セーブが入った。というわけで、フリープレイでいいのかな、これも。なんだろうね。あ、うん、売ってる？それか、チャッターシークレット。おー。これで SP か。あー、なるほど。はいはい。で、まあ、あ、1しか選べない。なるほど。クリアしたところしか選べない感じか。ノーセットになってます。決定ボタンを押してください。これかな？多分。OK、よっしゃー。あれ、前回私7じゃなかったですっけ。うん、まあいいでしょう。難易度はまあこれいいね。超簡単。相変わらずのチキンプレイ。マックス。ルチッマックス。まあチャプター2つしかないからここまでやらなくても。バイオレンスはマイルドノーマルしかない。うん、でグリーンがないからレッド。そう。じゃあやっていきますか。そう、ブラッドのカラーね、レッドとブラウンなんだよね。そうそう。今までグリーンでやってきたのにね。ちょっとブラウンはね、ちょっとお汚いので元のね色にしておきましょう。2003年某日、ジェームズという相棒と離れ離れになったケイトは、あてもなく一人街をさまよっていた。ジェームズさん、前回お亡くなりになりましたからね。These guys really don't know when to quit. こいつら本当にしつこいわね。倒しても倒してもキリがないわ。お、7が認識できません。待ってくれ。なぜだ。てい、まだ始まってますよ。全然終わった。ケイト、後ろだ。文字が読めなかった。いち、久しぶりだな、ケイト。よく聞いてくれ。戦いはまだ始まっていない。分かっているらしい。希望がある限り戦えなくて約束したの。これから奴らの根源を断ち切る。行くぞ。はい、というわけで今回はじいさんとのコンビですね。一作目の主人公。ち、上。おっと。この攻撃手段は相変わらずですけどね。どっち行きます？こっちで。こっちかしら。あいつらどこから湧いてくるの？何なのこの音。ち、右を。ケイティしか喋ってないね。マジ。路線して一気に叩くぞ。なんか俺めっちゃヘイト食らってる。ヘイト食らってる。ヘイト食らってる。何？危ないな。おう。あ、メイさんが。おだい。あいつらの行動は理解できないわ。慎重に進むぞ。手榴弾に言っちゃう。さっきの手榴弾どこから拾ったの？さっきのやつだね。ああ、さっき入ってるあれか。せっかくだから使おう。存分に落ちろ。あの車に乗るぞ。あまり気乗りしないわ。飛ばすわよ。しっかり捕まって。ジャジャ馬の運転だな。
ハンドルを握ったら人が変わるってよく言われるわ。こいつはどこだ。うまい、すごい。左だ。休んでる暇はないわ。後ろだ。前だ。忙しいな。私の腕は甘く見ないで。で止めろ。Oh my god. 今答えた。そこを右だ。この先に奴がいる。奴ってどなた？さっきの衝撃でライトがつかなくなったみたい。真っ暗で何もわからないわ。何が待ち受けているのか。急ぐぞ。何？はい、ジャスティスさん、おっさ。一回目の倒したやつ。やばい、捕まれるわ。自慢の4本の腕でね。こいつは厄介だな。とにかく逃げましょう。やつは下が弱点だったわ。はい、相変わらず噛みつきやドロップキックを繰り出してきます。はいはい、危ないな。はい、手榴弾使いきました。また逃げたぞ。あいつはしつこく追ってくるわ。油断しないで。まあまあまあ、こんな図体のでかいやつに追われたら油断も何もできやしない。しつこいのにも程があるわ。ゼロさんは手榴弾使わないんですか。使わないやつ。クソビ来ました、得意のドロップキック。さすが4本も腕があるのは伊達じゃないですね。倒れたようだ。ねえ、むせろ、目障りだ。はい、こんな感じで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。パーフェクト。おお、いい出だし。成長したな、ケイト。そう、私をパートナーとして認めてくれる。